微笑みノートという楽曲を、歌わせていただいたんですけど、めちゃくちゃいいっすよね。ありがとうございます。すごいぴったりの人がいますって今回、斉藤さんと降籏さん楽曲を担当されていたというところでございまして、レコーディング時の楽曲の印象などお聞かせいただければというふうに思います。オープニング主題歌の「微笑みノート」という楽曲を歌わせていただいたんですけど、また松原照子てるるんとは違う一歌手として歌った作品なんですけど、森雪之丞先生っていう大作家先生に、作詞をしていただいて、このアストロノートの世界観をがっつり踏襲してもらった、とってもポップで、新鮮な爽やかな空気が流れる楽曲を歌わせていただいて、レコーディングはでもすごいスムーズにというか、自分らしく歌えたので、あとはもう皆さんにたくさん聴いていただいて、アニメも何回も見てもらえるような、風に私もすごく熱く歌ったのでぜひ注目して聴いてもらえたらと思います。そうですね。その素晴らしいオープニングがあって、いやもうめちゃくちゃいいっすよね。すごい気を抜くと曲すぐ流れてくるんで、脳内で。すごいね、素敵だなと思います。ありがとうございます。で、逆にエンディングはミラさんと匠くんが歌っているということで、なかなか声優のお仕事をさせていただいてても、その女性の方とデュエットをさせてもらう機会ってそこまで多くはないじゃないですか。だからすごく嬉しいなと思ったし、やっぱり匠くんがミラさんに出会って一目でキュンとしてしまうっていうところから物語が始まっていくので、そのなんかときめきの入り口を描いているような、すごくキュンキュンする曲だなと思っていて、でもそこはアストロノートなので、ここもまた一筋縄ではいかないというか、絶妙になんか綺麗な尺でエンディング終わってると思うんですけど、フルで聴いていただくと、あ、こう来るかという展開が待っていて、そこがやっぱりなんだろうな、この作品っぽい展開表現ですごく好きだなと思ったので、ぜひフル尺でも聴いてもらいたいなと胸を張って言える素敵な曲です。オープニングはとにかく、80年代ポップス的なものをと思ってたんで、それでどなたかいないかと言ってナムコさんに相談したら「いやぴったりの人がいます」ってそうで CD が来て、あ、これはいいかもって思って、嬉しいです、はい、そんな感じですね。アニメもちょっとノスタルジックなテイストで、自分もアーティスト活動ずっと80sの要素を入れた楽曲歌ってるので、本当に嬉しかったです、エンディングは私が演出してるんですけど、なんだろうな、で何回も聞いて、なんか気恥ずかしくなるようなあれですよね。割とストレートにラブが来るから、そうですごい大好きな曲です。今時男女のデュエット曲って珍しいですよね。しかも全然気取ってる感じじゃなくて、浮かれて見つめ合ってるみたいな感じが素敵ですよね。すごい、エンディング僕も大好きで、ミラとか匠の写真の顔がすごく可愛くてですよね。いや、なんで繰り返し見ていただきたいですね。本当に最初から最後まで